れたのか。さくらだ。ああ、店閉めたんだが、店の表札を裏返すのを忘れてな。戻るのも面倒なんで、お前やっといてくれ。ま、オープンになってても、もう客も来ないだろうけどな。しかし、助かったぜ。俺は携帯に男の番号は登録しない主義でな。ま、お前がこっちの電話にちゃんと出るようでよかったよ。それじゃ、表札の件頼んだぞ。学校行く気はあるらしいな。まあ、飯くらいくれてやる。客が来る前に済ませろよ。なんだその顔は。いいから食え。そろそろ行った方がいいだろ。どうも、さっさと行け。迷うと遅刻するぞ。ああ、外の札オープンに変えといてくれ。忘れんなよ。とっとと行け。迷うと遅刻するぞ、田舎者。
まいったな。雨なんて言ってたっけ？ん？降ってんの？急にだよ。春先はこれだから。そういや、傘持ってったのか？何？誰の話？ま、別に。ご注文は？ブレンドちょうだい。昨日の地下鉄事故の影響を受け、現在も各線で大幅なダイヤの乱れが続いています。最近物騒な事故が続くよね。ほら、そのニュースで言ってる地下鉄の事故さ、同僚が巻き込まれて入院しちまってね。っていうか、ちょっと不気味だよね。事故や事件を起こした人、なんか突然おかしくなったらしいじゃない。取り調べ中にぶっ倒れて廃人になった人もいるとかってさ。へえ。おはよう。学校まで送ろうか。遅刻するぞ。ありがとうございます。おっと、君もか。ああ。くそ、変態教師が。変態教師。うんだよ、鴨志田にチクる気か。は？今の車だよ。鴨志田だったろ。好き放題しやがって。お城の王様かよ。そう思わねえか？いや、だから、つうかよ、鴨志田知らねえとかマジで言ってっか？お前囚人だよな。舐めてんのか。囚人学園だろ、その制服。2年か。タメかよ。見ねえ顔だな。もしかして転校生か？じゃあ知らねえわけだ。大した雨じゃねえだろ。遅刻すんぞ。止まいて。帰りて。あの日、大きな地下鉄事故があったわね。覚えてるでしょ？巷で精神暴走事件なんて呼ばれてる騒ぎ、知ってるわね。
他人事って口ぶりね。ニュースでも取り上げられたし、犠牲者には君の高校の保護者もいた。耳に入ってきたはずよ。あの日君はまだ単なる学生だったの。質問を変えましょう。転入先は囚人学園だったわよね。都内じゃどこにでもある平凡な進学校、そのはずだった。あの頃一体何があったの。正直に全てを話しなさい。間違えてねえよな。やっぱ合ってるよな。どうなってんだ。中入って聞くしかねえか。学校が。いや、学校のはず。県外？どこ来ちまったんだ。看板、学校のだったよな。だろ？お前も見たよな。ビビらせんなよ。誰だお前、生徒なのか。つーか、かっこすげえな。鎧本物か。黙ってねえでなんとか言えよお前。おい、なんだよ。だから俺もわかんねえよ。こいつらやべえ。落ち着けって。タイム、逃げるぞ。こいつらはやべえ。行け。くそ、何なんだよこいつら。いって折れんだろうが。何してくれんだよ。連れて行け。